テクノロジーの価値があると思います。先ほどあの橋口さんから、まあこの話があって、まあ、レティサイテストフィールマーケットしていくというのがしてその結果についてくるとして、でその後に LKP に関しても皆さんが使っていてもそれぞれ課題があるという人が分かりました。それに対してあのそうそう、それも踏まえてまして、LTSI のテストについて、まあ、こうしたらいいのかという話を、というのは、富士通の、まあ、製品に関わっています。で、このディストリビューションというのは、LTSI パネルを、ベースとしていまして、ビルドリンクとか、いろいろなプロジェクトを利用しています。で、伝えている機器というのは、こういったサーバー製品だったり、ネットワーク製品だったり、あとはプリンター、あと、まあ、主催機器なんかに使われています。で今回は、テストについての提案ということで、我々のディストリビューションで LTP を使ったユースケースについて紹介しまして、まあ今まさに 4.1 が、開発していまして、まあ、それに対して、まあ、最新の LTP で評価した結果をご紹介します。でその後に、それを踏まえまして、まあ、テストどうしたらいいかということをご提案させていただきます。で、まず、我々ディストリビューションで、テストを使ったユースケースについてご紹介します。まあ、今、先ほどの話をされている中で、まあ、LTP 初めてみたいなことはどういうものか、まあ、簡単に紹介すると、まあ、LTP というのは、まあ、提案のテストの、テストプロコンプロジェクトプログラムとそれを動かすためのデータを使っています。で、我々が、LTP を使う理由としては、まあ、大きく分けて3つあります。で、1つは、パネルのコーディングをしたときに、まあ、レグレーションテストとして、まあ、これを流して、まあ、レグレーションの前から、という形で、まあ、検出する、まあ、タイマーの設定値が、まあ、ちょっと違うというようなところで、まあ、検出したいというところです。2つ目は、我々ディストリビューションを開発していまして、まあ、各、アーキテクチャに向けて、テストを流しているんですけれども、まあ、そういったいろいろな CPU で流すことによって、あのシステム、まあ、コールの、まあ、違いというのを、検出することができます。まあ、例えば、セットスレッドエリアという、まあ、システムコールがあって、まあ、領域を書くというのがシステムコールなんですけども、それが32ビットのヘクサ記録だと、まあ、バグがあって動きません。で、これは 3.14 の、パネルに検出したものですが、まあ、今の最新版ではフィックスしているんですけども、まあ、例えばこういったことを検出することができます。で、3つ目は、まあ、システムの違い、あの機能の違いを、まあ、確認することができます。これも過去に検出した例なんですけども、NFS の環境だと、プライスという、まあ、システムコールが、まあ、動きません、まあ、されていませんよというのがありました。これもあの複数の環境で流したことによって分かると思います。で、まあ、これは現在に実行されているというか、まあ、こういったことが流すことによって分かります。で、じゃあ、まあ、我々のディストリビューションで、まあ、テストを流す、まあ、条件というか、まあ、そういった制約です。発表されています。まあ、一つはその、まあ、LTP の、まあ、我々のディストリビューションでは、まあ、カーネルテストといっても、まあ、LTP の他に YBSD といった、テストも行っていまして、まあまあ、いろんな関連のテストをしています。まあ、その中で、まあ、LTP を使う理由としては、まあシステムコールテストで、まあ、システムコールで、まあ、基本的なカーネルの機能を生み出して、まあ、それを使えるかどうかというのを確認するということです。
て、実施するアーキテクチャとしては、この3つのアーキテクチャで、まあ、複数の環境を実施して、で、その違いを見たりとかっていうのを、ということをしています。で、まあ、先ほど、話の中で、フェイルは、まあ、調べるよねということだったんですけども、まあ、こういったテストをしたら、フェイルが出るので、まあ、その原因について、一挙管理を調査させている、ことは、まあ、重要かなと思います。で、続きまして、DHT-1 の評価の結果を、あと、もうその、それに対してですね、まあ、調査結果をお伝えします。で、こちらは、ハードロック、の環境データを紹介します。で、まず、ハードウェアですが、まあ、3つのアーキテクチャ、X86、RPC、ARM で流しています。X86 は、32bit と 64bit で、まあ、同じまでだったんですけども、そちらに流しています。あとは、RPC と、ARM というのは、こちらの、コントローラーのボードを流しています。で、そしてはしましては、カーネルは 4.2.1、まあ、ちょっと古いんですけども、ちょっと前に、リリースしたカーネルでテストしています。ユーザーランドとしては、2.0 ベースなんですけども、まあ、これも、ちょっと早い、元々、CSQ 版がリリースされたんですけども、開発版で、こちらは調査しています。で、中に入っている GVC というのになってくるんですが、それは2025年。で、LTP は、現在最新版の2015年9月3日を、ツールチェーンの 4.93 で、まあ、テストカテゴリーは、まあ、先ほど狙いがありますので、システムコードのテストをしていきます。で、流した結果が、こちらになります。で、そうですね、先ほどの、まあ、水さんの話にもあるとおり、まあ、いろいろな環境で流してみると、まあ、差分があります。まあ、今回の場合だと、まあ、X86 と 32bit では、まあ、変化はなかったんですけども、まあ、RPC と、では、ちょっと結果が変わっています。結果が変わります。で、その下の、分類でいくと、まあ、こういったテスト項目を用意していました。で、この中から、1つ目が CHDIR01A というものがの調査です。で、これは入力したんですけども、このログを見てみると、新規ディレクトリのテストは実施したんですけども、まあ、テストの最後の段階で、本当に移動できたか、まあ、期待値の確認をするんですけども、まあ、それが期待値がなかったので、用意しました。で、よくよくこのプログラムを見てみると、期待値っていうのは初期値で、スラテンプの下に、まあ、ランダムでデータを作りまして、それを設定していて、実際の取得した値っていうのが、まあね、タレントディレクトリーを取得するそのコマンドで、でそれがちょっと期待と違ってました。で、なんでどうなってるかっていうと、翌頭の、使用上、スラテンプっていうのが、ボラタイルテンプのシンボリックリンクになってました。で、まあ、そういった使用があるので、マペルしたということが分かりました。でスラテンプを普通のディレクトリにして、まあ、再確認したところを、まあ、発掘することができました。で、まあ、一発流すと、まあ、定義してしまうんですけれども、こういった、設定をしてあげると、まあ、実施する前に設定してあげる必要があります。ここは、そうですね。で、今後としては、まあ、予想 2.0 の、まあ、ベクトルペースに、まあ対してないかな、出ていくのバグじゃないかなというふうに思っていた。続い
ケートケーススタディ2つ目で、このシスログが入り試験を調査しました。で、次のシスログ D を、まあ、SDK で参照してるんですけども、そちらが 実際には、シスケーログ2、ケーログ D というゲームになっていまして、それだと
して、直近では、LTSA 4.1 を開発になっていまして、まあ予定では12月20日に、までに、テストが出ると思っています。で、今回、吉川さんのようにして、実際、この記事さんの発表の中で、皆さん、流したんですけども、これ本当にいいのかみたいな、ものがあると思います。あとは、テストのコマドンとかが、そういったノウハウを共有するために、まず、今回発表した内容を踏まえまして、LTSI デブ、LTSI の2015年の課題の結果を報告します。で、この LTSI の開発というのは、その場でも共有してもいいんですけども、LTSI 全体を発表した方がいいのかと思うので、LTSI デブを共有したいと思います。で、まず、JTP の場合を発表して、で皆さんも2015年の9月に。いただいて、そういったことを、LTSI用のリンクスと共有したらいいんじゃないかなと思います。で、そういったところで共有したら、リンクしたら、まあ、プログラムだと言って、なんでフェルスーズのって言ったようなことになると思うので、まあ、皆さん共有したら、まあ、この間に、イギリスまでに100件ぐらいのメールが来るかもしれないですけど、まあ、それが、はい、まあ、そういったメール、そこまでやったら、ちょっと見たんですけども、まあ、できる限り目を通して、我々も LTP のものを使いますので、まあ、そちらに対してはコメントをして、したいなと思います。で、最後、まあ、4.1 がリリースされたときには、その、まあ、リリースノートを書くと思うんですけども、こちらに、まあ、こういった結果を踏まえて、で、まあ、ちょっとこれを踏まえまして、4.1 年を踏まえまして、まあ、今後連携したいですね、ついて、まあ、どうしたらいいかということを考えていきたいなと。発表は以上です。何か質問とありますでしょうか。試したりしてるんですかって感じですけど、まあ、そこも
コミュニアとその浴槽を使って、我々も見る浴槽を使って、環境を構築してるんですけど、やっぱり人に対して、浴槽で人に入りやすいっていうのが、多いんですね、やっぱり。何ですか。実際に今、その浴槽プロジェクトでリードすると、こうなるっていう話が、また、一個あったと思うんですけど、まあ、そういうのって、なんか LTP として、浴槽に合わせるべきなのかな、どうなのかなというのは、ちょっと欲しいなと思って、まあ、すいませんけど、まあ、まあ、重いだけですね、すいません、お前も大丈夫ですよ。そうですね。一つは、その浴槽以前でも LTP を流した。あ、そう、そうですね、そういうのもされたりしてるんですか。それは、そうですね、浴槽に移行する前からも、まあ、LTP は、そうですね、はい、はい、LTP を使わせて、あとは、確かに LTP に、その、結果が、まあ、今回、フェールしたって、まあ、LTP を修正するか、浴槽を修正するかっていうのは、正直難しいと思うんですよね。私は知識不足だったんですけど、なんか浴槽の時だったらこっちを使うとかって言って、LTP の中で判断して書き分けるって可能なんですか。浴槽でビルドしたとかって、もう分かるか、完全に分かるのか。Gracias.